皆さんこんにちは。このチャンネルの管理人の青木です。前回からですね、同じ駅名同士の旅ということで、愛知の豊川駅から大阪の豊川駅を目指して、旅行しています。で、名古屋の地下鉄に乗って藤ヶ丘駅から名古屋駅まで来たんですけども、やっと大阪まで直接行けそうなところに来たということで、ここからですね、スピードを上げていきたいと思います。ということで、ここは東海道新幹線の名古屋駅です。はい、ということで今から新幹線に乗るんですけども、まあ、早く行けるのをいいことにですね、今時刻は9時ぐらいなんですが、それまでですね、名古屋で友達と飲み会をしておりました。で、新幹線に乗れば大阪まで行けるんですが、さすがにこの時間から大阪の豊川駅まで行くのは時間的にしんどそうですので、今日はですね、新幹線で大阪に行って、で、大阪の僕の家に一旦帰って、で、別の日にですね、また大阪の豊川駅に向けて出発したいと思います。はい、ということで、のぞみ号の新大阪駅に乗車しました。いや、これ新幹線に乗るたびにですね、すごいなと思うことがあるんですけども、名古屋出たら次のぞみ号は京都まで止まらないんですね。で、さっきも言ったんですけども、実は僕の家は今大阪にありまして、で、名古屋に実家があるんですね。なので、月1か月2のペースで大阪から名古屋に帰っています。で、新幹線以外にも近鉄特急とか、あとバスとか、名古屋から大阪までのルートは何個かあるので、このチャンネルの旅の実況でもそれをですね、これから紹介していきたいなと思うんですけども、やっぱり一番早いのは新幹線でしてですね、名古屋から京都が35分で、新大阪まで50分ということで、今日みたいに飲み会があって夜が遅い時とかはですね、もっぱら新幹線を使ったりしています。はい、名古屋を出てから30分ちょいで、間もなく京都ですという放送が流れてまいりました。はい、ということで京都駅を発車しました。ここで皆さんにですね、名古屋から新大阪に行く時の新幹線の賢い乗り方を一つ紹介したいと思います。それはですね、新大阪止まりの列車に乗るということです。これはですね、単純に新大阪より先に寝過ごして行ってしまわないようにするということもあるんですが、新大阪駅の特にのぞみ号の場合は空いていることが多いんですね。で、これはなぜかというと、もともと本数が多いということにあります。で、さらに、臨時列車も多く設定されています。臨時列車っていうのは行楽シーズンに設定されるイメージですが、新幹線の場合は需要に応じてほぼ毎日臨時列車が設定されています。で、定期の列車が行ってから約3分後に、臨時列車が来るということもですね、ざらにありますので、で、そうすると、定期の、列車の方は混んでるんだけども、その3分後にですね、来る臨時列車っていうのはあまり知られていないことが多いので、結構ですね、自由席とか空いているなんてことがよくあります。じゃあ臨時列車と定期列車どうやって見分けるか、これはいろいろあるんですけども、新大阪行きののぞみ号の場合は簡単で、300号台、400号台の列車が臨時列車になりますので、ぜひ皆さんも覚えておいていただければと思います。終点新大阪です。
はい、名古屋を出て約50分、まもなく新大阪駅に到着です。大阪にですね、約3年住んでて、で、何回も名古屋から新大阪を往復してるんですけどもね、新幹線で。でも、毎回乗るたびに、いやほんまに早いなって思います。そんだけ新幹線ってですね、早い乗り物なんですね。はい、新大阪着きました。ということで、今から家帰って、また別の日にここからスタートします。はい、ここは新幹線の新大阪駅に隣接している地下鉄御堂筋線の新大阪駅です。現在新大阪駅を含めて地下鉄御堂筋線の駅はリニューアル工事をしているんですけども、いやすごいですね、なんか仮設駅舎みたいで工事感が満載ですね。はい、ということでここから地下鉄御堂筋線の千里中央行き電車に乗って終点の千里中央で降りたいと思います。やっぱり御堂筋線といえばこの電車ですね。銀色の車体に赤色の帯が特徴です。今乗っている地下鉄御堂筋線は大阪で一番古くに作られた地下鉄で、一番利用客の多い路線です。梅田、難波、天王寺、そして新大阪など大阪の主要なエリアを一本で結んでいる非常に便利な路線です。ここ新大阪から来た終点千里中央までは1970年の大阪万博の開催に向けて建設された区間です。横を地下鉄を挟むように走っている道路は新御堂筋といって、これも大阪から北に向かう交通量の多い道路です。ここから千里中央までずっと並走していきます。車と競争するかのように電車が走るシーンは見ていてとても面白いです。今江坂駅を発車しました。ここからは北急こと北大阪急行です。電車は大阪市を抜けて吹田市に入りました。ここから会社が変わります。大阪万博のアクセス鉄道を作るにあたり、大阪市の外を大阪市営の地下鉄が走ることについて予算や衣装面などで懸念要素が多かったため、新しい会社を作ってここから先に地下鉄御堂筋線直通の鉄道を作ることにしました。それが北大阪急行です。まあ、大阪市営地下鉄も1年前に大阪メトロという民営の会社になってしまったので、このような問題は今では起こりえないことなんですけどね。その大阪万博は予想以上に入場者があり、この北大阪急行も大繁盛。そのおかげで現在でも初乗り運賃が100円というお得な運賃が設定されているんです。さて、付近の千里ニュータウンの景色を眺めながら地下に入り、終点千里中央駅に到着です。はい、千里中央駅に到着しました。ここから大阪モノレールに乗り換えていきます。いよいよ今回ラストの乗り物ですよ。はい、外に出ると物産展やってて思わず寄り道しちゃいました。ここから先はですね、前回挙げた大阪モノレールの動画と内容を重なりますけども、そっちの方が詳しくレポートされているので、よかったらそっちも見てみてください。さあ、いよいよ今回の旅ラストの乗り物、大阪モノレールに乗っていきましょう。さあ、ホームにやってきました。ちょうどポイントが動くところが見れましたよ。いやー、この壮大な動きいいですね。ポイントが切り替わって電車がやってきたので、これに乗りましょう。いやー、モノレールの高いところからの眺めはいいものですね。
さて、途中の万博記念公園駅で乗り換えて、いよいよこの旅最後の電車です。運よく一番前の座席を確保できましたし、また京急とコラボしたモノレールもやってきてくれましたよ。左手に万博公園のシンボル太陽の塔を見ながら、大阪の豊川駅に向けて出発です。さあ、これから見えてくる駅が今回の目的地、大阪の豊川駅です。それでは到着の瞬間、ぜひお見逃しなく。はい、列車はただいま豊川駅に到着しました。距離にして約300キロ、愛知県の豊川駅からここまでの旅が今まさにクライマックスを迎えております。はい、豊川駅で降りました。ではまず乗ってきた電車をお見送りしましょう。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。愛知県の豊川駅から大阪府の豊川駅に無事到着いたしました。いやー、距離にして300キロだということだったんですけども、この間にですね、普通の JR に乗って、そして高速バスに乗って、地下鉄、新幹線で、また地下鉄で、そしてこのモノレールということで、いろんな乗り物に乗りましたね。いや、同じ駅名同士の旅なんですけども、こんなにいろんな種類の乗り物に乗っていけるということなので、かなり面白い旅になりました。興味が湧いた皆さんもですね、ぜひこれを参考にしてやってみていただければと思います。なおですね、実際に愛知県の豊川駅から大阪府のここの豊川駅まで来ようと思うと、もっと早いルートがありまして、それはですね、豊川の駅から新城の方に向かわずに豊橋に向かって、でそこから新幹線に乗るというルートです。まあ、そちらの方もですね、新幹線に乗れるということで面白いルートなので、ぜひですね、興味がある方はやっていただきたいと思います。ではですね、豊川駅の構内と外の様子を見ながら、この動画終わりにしたいと思います。長い動画になりましたが、見ていただきましてどうもありがとうございました。